はい、皆さんこんにちは、日本空手協会の中達也と申します。今日はですね、日本武道で、大切にしております礼に始まり礼に終わる、それを、いろいろな技術を通して、やってみたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ではまず、立礼としてですね、礼三足というものをやってみたいと思います。まず結び立ちで立ちまして、前に倒します。礼をしながら前に倒すとき息を吸う。でここで息を吐きます。で息を吸いながら戻します。これを礼三足と言います。これだけのことなんですけども、これは非常に重要なことですので、ちょっとそれを証明したいと思います。じゃあ脱いじゃいかな。はい、直突き構えて、空手の最も基本な直突き、正拳突きですね、をやってみます。はい、1で、この時に必ず当たった時に、拳に対する反動がありますね。で今の立ち方ですと規定面も狭く、当たった時の反動に耐えられるかどうかですね、これを検証してみます。そうすると非常に弱いです。もう一度構えて、もう一度、はい、1、はい、弱いです。でここで礼をします。さっきやりました結び立ちになって中心軸を維持しながら、はい、礼、吸って吐いて吸って戻ります。で自然体になって、はい、そのまま構えて、はい、ついて1。そうすると一瞬で変わります。これがですね、よくやられてるこうガッツポーズですね。やったー、はい、ガッツポーズ、やったー、こうなります。そうすると、はい、ついて、そうするとこれは一瞬で弱くなりますので、はい、もう一度結び立ちになって、はい、レイ、吸って吐いて吸って、で自然体、呼吸と動作を合わせましょう。はい、でついてください、はい、1。そうするとこれは一瞬で変わりますので、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。ではちょっと自然体になって、まあ、じゃあ最初もうついた形からいきましょう。はい、まっすぐ伸ばして、はい、引き手ですね、うまいですね大丈夫ですか？はい、じゃあこれ耐えられるように、当たった時の反動ですね、はい、こうなります。もう一度いきましょう。はい、当たった時のこういう反動がありますね。はい、ではその時に結び立ちとなって、はい、まっすぐで気持ちも穏やかに、はい、レイ、吸って吐いて、はい、吸って下腹に落として、はい、自然体、今度かかと意識します。じゃあちょっと出しましょう。これだけです。これだけで一瞬で変わります。ここは痛いですか？痛いですけど大丈夫でしょ。はい、はい、じゃあガッツポーズ、はい、じゃあ出してください。はい、頑張ってくださいよ。でもこれは一瞬で弱くなるんです。はい、もう一度体の中呼吸通します。はい、レイ、吸って吐いて吸って、そうで自然体になってスッと出すだけです。これだけで、はい、一瞬で変わります。はい、ありがとうございました。